春風涼しでございますということで、ジャニーズ事務所がね、記者会見したので、まあ、俺も無関,無関係じゃ、無関係なんだけど、無関係じゃないんで、まあ、ちょっと一応、喋っておこうかなと思いました。で、まあ、ご存知のように、春風涼鈴はですね、元ジャニーズのふっくん、深川敏和さんの、 まあ、定型でねマネジメントをやっててまあおれしきりであの現場に行ったりとかからまあ映画にも出てもらったりとかまあそれ以前にですねもう20年近い付き合いなんで、えー、事務所何回か変わってますけどもまあその都度都度まあ見続けているというかですね一緒に仕事してきた仲なんですねでしかもまあ同級生なんで深川君と僕はねでまあラジオ番組に1年半 2年弱ぐらい、えー、2人で出て喋ってましたしまあその時に、まあ、ジャニーズ事務所の話もいろいろあのー、深川くんが言える範囲でえー、っと話はしてくれていてで深川くん自体はジャニーズさんのことは、えー、とってもあの好きなんですね、あのー、好きっていう意味はお父さんみたいな感じかなああのー、まあ 深岡く中学生の時にジャニーズに入って、まあ、あと、薬丸君と、えっ、ー、と、元木君とね、3人がセットになったわけだけども、まあ、その前に、まあ、まあ、セットになったんですね、あの、組になって、それで、千、え、八、ー、先生という金八先生の次のシリーズの、えっ、ー、と、学園ドラマにね、出てたと。 元樹くんはもうその頃からもう役者になりたくて歌を歌ってるよりも役者になりたい人で、まあ、台本はバッチリ覚えてきてで深くんはもう全然やる気ないからドラマなんてねあのマッチにマッチの舞台の後ろで踊ったらすげえこのステージっていうのは面白いんだってことになって、まあ、マッチみたいになりたいと思っていたんだよねだからま,まあマッチが金あのタノキントリオであの金八先生に出てくからまあそれその流れでね あの深くんが出てたわけだけどもまあその頃のジャニーさんの印象をよく、まあ、ラジオの中で深くんは喋っていて、えー、例えば、まあ、寮生活だったんだね、まあ、あの仕事終わって帰ってくるとあのジャニーさんが来て「えー、とゆうたちお腹空いてない?」って言ってナポリタンスパゲッティを自ら作って食わせてくれたっていうのが彼の中の思い出なのねだから深くんはジャニーさんについて悪いことは一言も 言わないしまあ今回の噂にな噂っていうか今回事実として出てきたことのについてはなんとなくは、えー、知っていたと思うんだけどもまあ彼自身どうだったかみたいなことは僕自身も聞けないしねあの聞こうとも思わないんだけどまあ真っ白じゃないよっていうことはなんとなく深くが君、あのー、思ってたんだと思いますよ。でもそれ以上にね その性加害については僕も事実が分かんないからでまあ、僕が20代真ん中辺ぐらいから数年間56年かな、えー、女性週刊誌の記者週刊ポストの記者なんかをやってたんだけどもね女性セブンと週刊ポストの記者やっててまあその中でジャニーズ事務所の扱いっていうのは皇室を扱うのと同じぐらいめんどくさくて、えー、難しい事務所だったんですね。あのー 要は、えー、下手な書き方すると、もう取材ができなくなるっていうことなんだよね。あの、例えば、そのジャニーさん含めタレントさんについてのスキャンダルを書こうとすると、えー、テレビ局が全員、その、 全局がですね、週刊誌、その週刊誌、出入り禁止と。まあ、記者が出入り禁止っていうのもまず最初にあるんだけども。で、次に雑誌全体、あのー、取材禁止。それからその会社全体、取材禁止って3つぐらい刑罰があった。<laughs> 刑罰だよ。あのー、あったんだよね。だから、 取材したくてもさ、取材できないし、えぇ、ー、性加害についても、まああの、フォーリーブスの方がね、あの、告白してたけども、まあ、単純に握りつぶされちゃうというかね、あの、全局無視するみたいな形が起きていたわけだけども、まあ、その背景にはその刑罰が、ジャニーズ事務所からの刑罰があったから、あの、マスコミっていうのはなかなか、あのー、動けなかったですね。 で特に週刊誌なんていうのはテレビの番組からちょいとね離れてっから要するにジャニーズさんのタレントが出ようが出まいが雑誌っていうのは売ることができるからさまあ書きたいことはいっぱいあったんだけどもところが取材先の主な取材先になるテレビ局っていうのが まあ、要するに、ジャニーズ事務所のタレントさんを出さないとなると、もう番組が成立しないっていうことになるので、えー、そういう形で、ジャニーズ事務所からも文句は来るんだけど、それ以上にテレビ局がやめてくれというような形で、まあ、要はテレビ局がですね、ジャニーズ事務所をかばうというのが、まあ、通例。 通例というか、もう常識というかね、今回もそうなんだけど、あれだけのまあ世界中で叩かれている、まあ、要するに児童虐待、児童性被害って、もう海外では一発アウトで殺人に近い扱いなんだよね。だから、例えば、 あの、この YouTube でも、ちょっと子供ポルノみたいなものが出た瞬間にバン、あの、要するに、えー、っと、アカウントを消されちゃう。動画含めてアカウントが全部削除されちゃうっていうくらいシビアで、これは別にアメリカの会社だからってわけじゃなくて、世界中でそれは当たり前の話になってんだけども、まあ、それがちょっと日本の場合は、まあ、例えば食品被害、 で、何重症者たくさん出ましたとかっていうのと匹敵するぐらいひどい事件のはずなんだけど、まあ、テレビ局的には、まあ、ジャニーズ事務所が謝ってんだから、まあ、うちはもうそれでいいですよっていうような形でテレビ局が動いているっていうことだよね。で、まあ、これは、 週刊誌にいた春風鈴木さん的に言えばまあまあそう,そうなっちゃうよねっていうあのそれ以外にテレビ局のやりようはないよねって、まあ、逆にテレビ局が全あのタレント所属タレントを拒否するとまあ、全員独立しゃいいんだろうけどあのまあ通常だったらさ事務所解体してさそれともうそもそも あの個人事務所に分かれるのが当たり前な業界だからさ、あの総本線をぶっ潰してですよ、あの各タレントさんは自分の名前で仕事すりゃいいんだよ、あのー。だってそんな当たり前だからこの業界ね。でもジャニーズ事務所の看板は下げませんよと、名前も変えませんよと。まあ あの、今回社長になった東山くんは、まあ名前を変えてもいいかもしれませんねっていうぐらいは言及してるけども、まあいずれにしてもテレビ局側は変えてくれっていう要望を出してるわけではないからさ。あの、かといってね、名前だけ変えたらいいのかって言うとそういう問題ではないから、まあ、 全然あの何て言うの所属関係ない所属タレントかわいそうだねっていう話で言えばいや独立してそれぞれやればいいんじゃないのだってそういう業界だからあの例えばホリプロとかナベプロとかさ、まあね、でっかい事務所あるけどもその中であの所属に見えているタレントさんは個人事務所なんだけどのれんがでかい会社にあるなんていうのは当たり前だからさあの ねえ、なんか全然関係ないんだよ。でっかい事務所の名前が、あの、あるかどうかが仕事に対して現実的にはね。ただ、えー、ここで、あのー、ジャニーズ事務所、もしくはそのテレビ業界全体と言ってもいいし、あの、芸能界全,全体と言ってもいいんだけど、あのー、まあ、なんていうのかな、あの、数字で割り切れない、 もののが多いので例えば A タレントと B タレントに対してあの A の方がパフォーマンス高いよねってまあ、視聴率取れるよねっていうちょっとよくわからないあのいわするに本当か嘘かわからない数字であの優劣はつくんだけど結局どっち出したっていいようなもんの時に、えー、ジャニーズ事務所どういう営業をこれまでやってきたかっていうとあのー。 あのタレント出すならうちのタレント出さないよっていう独禁法に触れるもう単純に言うと独禁法に触れるあのー、営業をずっとやってきたんですね。だから一番かわいそうだったなっていうのはこれはもうジャニーズのタレントさんたちもよく言うけども DAPUMP の i s ねまあ超イケメンのあのー、超男前の男がいますね。 で彼がテレビに出るとジャニーズ事務所は全員うち,をだうちは出しません共演 NG っていう形になってそうするとテレビ局はまあそれだったら困るからじゃあダ a p u の一茶は出さないっていう形で、まあ、要するに所属タレント以外で芽が出そうな人をどんどんそうやって叩き潰してきたのがジャニーズなんだよね。だから、あのー、若いタレントを世にに出すために まあ同じかそれよりちょっと上にいるタレントを潰してですね来たっていうのがジャニーズ商法なんですよ。でテレビ局はやっぱりね視聴率出れば視聴率稼げるしそれからタレントの教育やっぱりね素晴らしいんですよ。要するに内側に対する、まあ、鍛え方とかどういうパフォーマンスせよとかっていうタレントを作り上げる。 あの能力に対してはまあ、ジャニーズ事務所ってのは素晴らしいからあの人間性がいいタレントさんが多いから現場で好かれるタレントが多くて、まあ、なおかつ視聴率も取れるわけだからそこととと仕事したいというここなんだだよねだからそこはだからいいとこと悪いとこと両方あってまあ、内部で言えば自分たちをそのタレントが大きくなるためのベストをまあ会社側の営業はやっていたというふうに考えればいいんだけども。 だから、例えば、スマップが解散して出てった子たちに対して、まあ、嫌がらせとも言える、テレビ出すな、みたいなことは当然あったけど、それはちょっと、まあ、いろいろ力が変わってきて、独禁法違反だよって言われるようなことで、だいぶ変わってきて、まあ、要はね、法律的に関係が動いてですね、あの、ジャニーズのやり方が、独禁法に触れるよっていうふうに、警察というか、あの、役所が動くようになってから、 まあ芸能界とかテレビ業界も変わってきたっていうことなんだよね。なので、まあその、なんていうのかな、タレントをどこへ出すかっていう縄張り争いみたいなものがあって、で、それが、ジャニーズのやり方は、ちょっと突出した、その排除型、他を排除しながら自分たちが生き延びていくっていうことをやってきたわけだね。で、それに、それに、片棒を担いできたテレビで、 なんだよね別に他の雑誌とか映画ってそこまではないからさ、あの、てかま相手にされてなかったって言った方がいいんだけど、あのいずれにしてもテレビという利権をどうやって食うかっていうことで、まあ出る側も出す側もまあうまい汁を吸ってきたっていうことで、で、その商法、そのやり方がやっぱり安定して収益を上げられるもんだからさ、 要するにジャニーズが逆に解体してバラバラになりますって言ったらテレビ局が許さないんじゃないかというふうに逆の言い方するとね思いますね。で、タレントレベルで言えばだよ、あのさっきも言ったように独立してやりゃいいんだ実力があればそれでやってくればやっていけばいいんだけど、ただ独立した場合に今までみたいなテレビ局のまあ、庇護というか、 エコもともと、あのー、はあのー、他出さないよっていう脅しだったわけだよねあのジャニーズ側からねこのタレント出すならうちのは出さないよと SMAP 出さないよとよく僕がやってた頃はねなんかね SMAP は出さないよみたいな言い方をされるっていう圧力要するに。 これは会社の見解なのか、マネージャーがそういうふうにただ言ってんのか、いろいろあるんだけど、あの、雑誌書いてても、この記事書くならスマップは一切書かせませんみたいな、ね、写真は出しませんとか、要するに写真もね、通常は、まあ、 マスコミが自分で取ってきたものを二次利用三次利用して後で使うんだけどそういうのも許しませんよというようなのがジャニーズ事務所だから要するにビジュアルも名前を出すこともすべて この圧力をかけることで誰々を出さ,せ出させないよというやり方で統率してきたっていうやり方なんだよね。でそれもテレビ局も最初は苦々しいと思ってたんだけど結果的に言うと視聴率だが取れるものだからでスポンサーもつくものだからあのー、そういう形でね、あのー、外堀を埋められていってその中で育ってきたテレビマンたちが。 あのジャニーズありきっていうジャニーズなくなったら自分たち商売の仕方が分かんない逆に要するにねあのテレビ局自体もどうやったらあの視聴率取れるかってことが分かんなくなっちゃったっていうことなんだよねその美味しい汁だけを吸ってきたから努力しないでも視聴率を稼ぐ方法をっちゃ知ってしまったからとで今で言えば、まあ、お笑いが、まあ、お笑いの事務所がこれが出んなら打ち出さないよってあんま聞いたことないから あのまともなんだと思うけどもあのー、まあそのアイドル系でいうとそういうような構造があってさあのー、今があるんだよねだからこれは誰が悪いのっつった時にやっぱり制作サイドテレビ局だろうねまあ、雑誌も含めてさ あのー、ジャニーズにはおんぶに抱っこで来てしまったんだよ最初は圧力だと思ってたのが今ではおんぶに抱っこっていう感じでまあまあ仲良くやりましょうよみたいな形がそれが今の、あのーまあ、テレビ局もさ声明発表してるよね、あのー、ジャニーズ事務所がこういう発表したから我々はこういうスタンスで今までと同じように。 お付き合いしますがあの内部のコンプラは一応重視してこい以後こういう人権問題に関わることがないようにまあ社員も頑張りますみたいなよく分かんない声明を出してんだよね。ただまあ海外から見たらさ自動性虐待の事務所がそのまま大手マスコミがそのまま使ってますよっていうことだからあの恐ろしく恥ずかしい話なんだけどさ あのまあいいじゃないのみたいな話になってるよね。でまあじゃあ春風涼さんがじゃあそのジャニーズ事務所さんとお付き合いしますかっつったらもうともと付き合ってないからさあの卒業した人たちが付き合ってないからさあんま要するにうちが弱小すぎてどうでもいい話になっちゃってんだけどまだ週刊誌記者の時の方が圧力がかけられたかもしれんけどあの今どうでもいい話になっちゃってんだけどもあのまあ。 あのー、最初に戻れば、まあ、ジャニーズ事務所が解体したとしてもできるタレントさんはそれぞれ生き延びればいいからいいんじゃないのって感じだしで上の方の世代の人たちもさあのなんとなくフェードアウト感があって東山くんなんかいいタレントさんなのにいやもうタレント業はやめますみたいなまあ要するに相当嫌な業界だからさ全面で仕事はしたくないってことだよね。 タレント業が好きだったら別に辞める必要ないからやればいいのにさあの滝沢んなんかもそうかもしれないねあの後ろにフェードアウトしちゃうんだからさお金だけもらえれば別にあとは別にテレビ出る必要ないよねみたいなことなんだよね。まあまあある、ね、ジャニーさんという天才がいてさその人のへ性癖からさあのいろんな人は食い物にされつつもそれによって。 要するに食い物にされて人生を失った人とさタレントになれてでかくなった人とさ、まあ、もうアンバランスだったら大変だねだからまあ事務所も保証しますって言ってっけどさ一生の傷だからどうやって保証するんだかよく分かんないけど一人数百万で済,む済ませようみたいな話なんだと思うけどさまあ何とも言えないねただですこのまあ誰それが出てきたら誰それを蹴飛ばすっていうやり方はさ まあ人間社会どこにでもあるっちゃどこにでもありますよね。なもんで、どうなのかね。あの、俺なんかだから、地方テレビ局でやっててさ、あの、俺なんかとざまですよね。あの、関連会社でもねえし、放送局の血も入ってないからさ、そうすると、ちょっとでもミスあったらもう出てけみたいなさ、取り扱いを受けんだけどもさ、血の入った会社がミスしたってそりゃそうだよねみたいな。 感じになっちゃうんだよねだからその身内村意識無駄根性っていうかさ身内には優しく他人には厳しいでそれは別に仕事の成果に対してその重視するっていうよりはもう感情論的になっあの動いてね日本人はねだからま,まともにまあだからダパンプのね伊作なんかそれは、ま、真面目に。 そのタレントをやってるっていうか大抵をやってたりしても、まあ、その実力なんてのはどうでもよくてさまあどっちが自分たちにとって得かっていうことで動いているっていうことでまあそれは人間社会ってそうだよねっつったらそういうもんだよねただここがねあの一般の企業とさマスコミの違いっていうのはやっぱり意識しなくちゃいけなくてさ いや一般がそうだからマスコミもいいじゃないっていう話じゃなくてさやっぱり文化とかさ歴史を作っていく、ね、関わっていく関わり度合いが強い、ね、世間への影響力が、ね、高い業界だからもっともっとだからあの清廉潔白を目指さなきゃいけないんだよねあのやりにくいことはよくわかるんだけど目指さなきゃいけないのに逆に言うと業界では一番遅れてしまったっていう下品な。 状態でねまあちょっとあのもう関係ない話だけど慶応の応援についてもあの僕は同じことを思うわけだけどまあずっとあそこのあの動画にまだまだへばりついて文句言ってる人がい,いるんだけどその人たちの考え方は敵か味方かね加害者か被害者かみたいなそういう二項対立でしかものが考えられなくてさあの慶応に反対するってことは慶応の敵か っていうような言い方になっちゃうんだけど俺はそんなこと言ってんじゃなくて慶応を良くするにはどうしたらいいかっていう話なんだよだからどうしたらうち輪が反省できるのかって話なのでなんで批判するんだっていうよくわからない方向へ話を持って行っちゃうねっていうよりそうとしか考えられない人種って言った方がいいねで、要は何を言ってるか慶応の話したいわけじゃなくてそのテレビ局なんかで幹部になるのは我々の仲間がいるわけですよいっぱいね あのー、同級生もいるしさ、あのー、先輩もいるしさ、まあ、東大出たような人もいるしさ、あのーまあ、いわゆるエリートって言われる人が多くいるんだけども、まあ、それこないだフジテレビ卒業したえらえ、あのー、今でもまあ顧問やってる人いるけども、あのー、そのおじいちゃんと話してたらさ大体、まあ、いい半分以上円高で取るからさって言って笑ってたけどまあまあそんなような中でさあのー。 なんちゅうのだから、すごくそのエリートが大衆化してしまったってことは事実で、あの、僕らが思い描くそのエリートの理想像っていうのはやっぱり戦前とか、まあ本当に日本を良くしようと思ってきていた時代、世代というより時代のエリートっていう人たちはいて、まあそういう人たちって、 あの日本が貧乏だった時にさ「おらが村から東大に行くぞ」って言った時にさその家のがねが貧乏だった時にさ村とか町総出でみんなで寄付してみんなでその人を東大に行かせて学費を払ってあげてなんて時代があったわけでそういう人たちがまあ官僚になった時に自分のためになんて考えないよねやっぱり村や町の人が私を学校行かせてくれて育,育ててくれたと。 大学出させてくれたれで官僚になれたとじゃあもうその恩返しのためにオラが村日本全体のために頑張るぞって言ってまあ高度成長期ができたりしたわけだよ。まあ高度成長期のさ都市計画なんか見るとさ本当に私利私欲がない感じのさこうしたら日本人が幸せになるんじゃないかっていうことを一生懸命考えてる足跡が見て取れるんだけど そこが出来上がった後に出てきた世代僕らなんか今もうすぐ僕60になるわけだけどもその世代っていうのはさどうやったらその出来上がったもののうまみを食,食うかっていうことだからだ何の商売が美味しいかっていう言い方になっちゃうんだよね。あの要するに自分で何かそのいいものを作ろうとか誰かに恩返ししようなんてまあ、まあ、ほぼなくてさあの美味しい思いをどうやって持続するかっていう発想で。 生きてきててからさ。まあ、それが何ていうのすごくゆがんだ形で作り上げられてきたのがまあジャニーズ事務所の生き方だったまあジャニーズ事務所ってジャニーズ事務所とテレビ局の生き方だったっていうふうに思うといいのかな。でそのフェアなね要するにスポーツではフェアプレイ精神っていうけどなぜ言うかって言ったらフェアじゃないからフェアプレイを求められるんだよね。 にしなななければフェアプレイができないからなんだよねだからルールが必要になるじゃあ今回の慶応みたいな応援が外側にはほぼルールが薄くしかないんだけども薄くしかないってことは薄くくしか守らなてていいっていっうふうに思うんだろうねだからあの今回の慶応の応援ではみんながちょっと気持ち悪かったって言ってるにもかかわらずじゃあ俺たちは加害者なのかっていうよくわからない話になって。 くんだよね単純にさはしゃぎすぎてさなんかみんなで行ってさわーっと大騒ぎしちゃいましたとそれはちょっと逸脱したものもあったようですねでいいじゃんごめんなさいでねでもそうは言えないごめんなさいと言えない人々だからさあの要は先ほどのねあの日本が貧乏だった時代に周りの人に助けられて育てられたっていう世代じゃなくて俺が頑張ったっていう言い方しかできない。 人々本当はそうじゃないんだよ。俺が頑張ったなんてありえないんだよ。いろんな人が支えてくれたからできたんだけど、それが目に見えるか目に見えないかで、目,を見目が見えない目、目に見えない方が強くなった時代の中で、あえてそれを見ないで、俺が頑張ったから大学行けたとか、俺が頑張ったからいい企業に就職できたとか、俺が頑張ったからなどうなったみたいなようなプライドになってから、俺が俺がで出てきたときに、ね、批判されると、 怒りに変わっちゃうんだよ、ね、あのとんでもないよくわからないところへ行っちゃう。でそこがテレビ局のところに今そのジャニーズ事務所とつるんで悪いことしてたっていうことじゃねえかって言われた時に、まあ、まあ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 それをどういうふうに内部で思っているのか要するにそういう俺が俺,俺の俺が頑張ってきたのにっていう。 それを潰すのかみたいな思想がさ背景にあるわけだよね。だからそうなると、もうそのその何ていうのかな、俺的には地獄の崖みたいなさ、あのなんかこう、えー、へばりつくことにあのー、自分の活路があるみたいな感じに見えちゃうから。 まあちょっとこの今のテレビ業界マスコミ業界の中でジャニーズ事務所と手を切るなんていうもしくはジャニーズ事務所解体せよなんて大きな声を上げられる人がいるのかどうか非常に疑問。でタレントさんに関してはジャニーズ事務所の看板がなくても生きられるように周りが配慮してあげればいいだけなんだけどもまあ逆にジャニーズ事務所の看板を外した瞬間にみんな使わないっていうおいしい役者要はさ 抱き合わせ情報がいいっっぱいあった SMAP 出すならうちのこれを出してくれとか SMAP 看板の番組作れるんであればかつてね今は嵐かもしれないけどもでこれを出すんだったらあのジュニアの番組を用意してくれとかってそういうバーターで出てきてで人気っていうのはテレビの露出の長さに応じて人気って出るし露出の量に応じてタレントは伸びるんですよ。 だからあのどんなに才能がなくてもさテレビに出続ければそれなりの技術お行儀あの人気っていうのは出てくるからあの単純に言うとジャニーズのやり方はねでっかいタレントフォーリブスっていうのができた段階からフォーリブスを使うんだったらタノキンっていうのを作ったから出してくれてで,でドラマに押し込んだっていうことなんだよねでそこは戦略が全部あってで何タノキントリオがあの 金八先生で売れたんじゃなくて金八先生からもう露出の回数が決まってたってことなんだよねだからもう売るよって意味なんだよねだからもうタヌキントリオで出てる段階からもうあれはアイドル扱いだったんだよね僕は中 2, 中,中2の時だったけども中2中3の時の番組なんだけどもあの時には 別に単なるドラマに出てる子なのに女の子たちはもうプロバイドみたいなの持ってたわけだからもう戦略としてもあのー、そういう路線が組まれてたからさ要するにた,でたくさん露出することによってだから最初の頃の「タノキントリオ」なんてさマッチにしたってさ下手っぴだったのが、まあ、出てるうちにどんどん上手くなる当たり前な練習だからさ <laughs> でいい歌い手になりましたみたいなことだからい,やいかに露出 を増やせるかっていうのが事務所のさあの力だよね、まあ。ということでまあジャニーズ事務所どうせよなんていうことを言う立場にはないんだけど、えー、まあマスコミに携わってもう40年みたいな世界になってきてさ40年いかねえか35年ぐらいになってきてまあなんていうの、えー、大きな事務所と付き合うってことはさそういう大きな 利権とぶつかり合うってことだからさ。あの、ってことはさ、自分の好きなものが作れないっていうような話でね。それは映画のこの間の、何、PL マウントじゃないと、ね、映画じゃないと一緒でさ、あの、ジャニーズが出てなきゃ映画じゃないとかテレビ番組じゃないって言ってるのによく似てるかもしれないね。思想としてね。まあ そんな中でまあ、はるかさん今後、じゃあ、ジャニーズ事務所さんとどうするんですかって言ったら、もともと接点がねえから、関係ねえっちゃ関係ねえ。で、ジャニーズ事務所の再建について、まあ、問われれば、問われることはないけど、俺は、あのー、単純に日本の映画が世界に売れることを考えるんであれば、日本のコンテンツが世界に売れるっていうことを考えるんであれば、 当然 SDGs を背負うのと同じように子供虐待についてはクリーンですよってことは標榜しなきゃいけないから、それに対して社会的にジャニーズ事務所をどうしなきゃいけないのはめあ、もう自明のりあの、解体するしか本来はない。あの、そのタレントがいいか悪いかとかいう問題じゃなくて、あの、解体するしかない。 もう当たり前、あのー、海外から見たらねでそこにいるタレントさんどうすんのって言った時にはまあ似たような、あのー、タレントさんは集まって事務所を作ればいいんじゃないのっていうだからそれは SMAP から出てったあのー、子たちが事務所をね、あのー、前のマネージャーさんと一緒にやってうまくやれてるじゃないですかだからね変な話あの事務所にみんな入れてもらったっていいんですよ、あのー、だって敏腕だから向こうの方が。 あのね、だからそっちへみんな行けばいいんじゃないのって普通に仕事すればいいんじゃないのってただしテレビ局のエコひいきはなくなっちゃうからエコひいきがなきゃ出られなかった人たちっていっぱいいるはずだからいまだにだって全然面白くないのに出てる人いっぱいいるじゃんジャニーズだっつって面白い人もいるよだってそれは当然一番大手の事務所だからいい人材は集まってくからねだけどあのー、ダメな やつもいてててき合わせ商法で伸びてきてる人たちはいなくななるだろうね仕方ないよねそんな実力だからね。っていう感じなので俺的には一回解体したらいいんじゃないのっていうところただし解体しちゃうとあれとオウムと同じでさあのじゃあ誰がどうお金払うのみたいな話になっちゃうからさそうすると今持ち株のね資産持ってるところをただバラバラに売って、あのー、それで。 均等割に済んだかどうか、被害の状況によって分けるのかどうか知らんけども、分けるとなったら十分な保証はできないかもしれないよね。あの、だったらじゃあ事務所を存続してお金を払うためだけの事務所にすりゃいいってことなんだけど、ってなるとどんなことが起きるかって言た結局は所属タレントの、あの、ギャラをピンハネして保証に当てるってことだから、やっぱり不幸だよ。 あのだからここはだからさもうこの場合はさテレビ局もさ出してきたんだからテレビ局も保証に付きあえよっていうことだよねあのテレビ局によってあの作られてきたような世界だからさなもんでジャニー、まあ、俺の提案としてはジャニーズ事務所一回バラバラにして各自、ね、タレントさんは、まあ、最適な事務所にふあの移籍して。 で、えー、残ったところの残務処理っていうか残務の中で、えー、と保証でそれにはテレビ局も資本を出しなさいよと自分たちもそれでおいしい思いしてきたんだからさっていうことなんだけどそれは自分たちが言い出さなければできないことあのかから言ってそれができるかって言ったらできないから大ムの人たちやテレビ局の人がいや俺たちのせいで被害者が出たんだって思わない限りダメだからテレビ局の方が俺たちのせいでこういうじ 被害者が出たんだねってテレビ局が言えるかどどうかだけど言えなないよね、うん、なので今まで通りジャニーズ事務所は存続して、まあ、よくわからない日本人的曖昧さの中で収束していくんだけども、えー、日本人ってそういう人種だよねって世界中から思われて恥ずかしいねっていうこと。ということで、えー、日本人は。 小児性愛主義者を崇拝する人種だということが確定してしまいましたおめでとうございますということで春風鈴子はえー、でもね春風鈴子の映画って大体ねあのー、小学校56年生主役にするのが好きなんですよ俺も <laughs> でも今回は小学校6年生の女の子の映画でした。ですから小児性愛ななんじゃなくて僕は ティーブン・キングの「えー、スタンド・バイ・ミー」みたいな中学生に上がる時の、えー、子どもたちの様子を撮るのが好きだし、えー、それで今回も文部科学省選定取れるんじゃないかというふうに期待する春風涼詩でした。ということで春風涼詩でした。